Kristoff. You get crisscrossed in a big loft. I'm a big boss. So much sauce, I drip broth. The wait is over. I'm taking over. You're overweight. You ate a soda. I'm super. Coca-Cola ahead of you. Like a closure. When Troy died, I had to find some closure. Don't push me. I'm not a stroller. Pop one like bread and toast. Cup, you should use a coaster. I'm on the post and need a Della coaster. So I shop it over. Blue faces. And I call them growers, but a pecan rover, I'm that older. Wanna be like me when I get older. Talk to God, then he came over. Talk to God, then he came over. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Got a job, gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say nothing new. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. こんにちは、実況の西岡明彦です。今日の試合はエスタディオムニシパルデイプルーアからお送りします。バーンズ、マロニー、ドリブルで敵陣へ持ち込む。これは相手にパスしてしまいました。どうやらサイドをつけそうです。クロスを出せるか。インターセプトでチームを救いました。タッチを割ってスローイン。これは迂闊な守備でしょう。いいボールを送りたい。ここはクリアされました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。マロニー、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。川島英二、ここでボールを失います。このパスはカットされました。川島英二、
しっかりとパスをつなぎました。中に選手がいましたが全員見送りました。タックルで奪いましたがボールはゴールラインを割ってコーナーキックです。中に入れた。これは決まりません。キーパーが触りました。いやー少し力が入りませんでしたね。クロスが入るか。裏も見えていたのか。1点リードにできるか。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。このボールは直接相手の選手へ。マロニー、ここからどうするのか。見事なスルーパス。何をしてくるのか。ファーを狙った。惜しい。クロスは結局合いませんでした。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。ここはクロスのチャンス。強い当たりだ。これは見事なパスカットです。いい位置です。さあどうする。ファーの選手を狙った。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。これほど見事にシュートを決めたのですから打った本人も大満足でしょうね。そうでしょうね。今日のハイライトに使われそうですよ。ついにゴールが生まれこれで試合も動き出すのを期待したいですね。そうですね。両チームともここまではリスクを負うのを避けている様子でしたからね。でもこれで動き出すと思いますよ。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。なんとか一息つきました。スローインです。クロスのチャンス。何かしてきそうですが決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。マロニー狙える位置です。何を狙うのか。ペナルティーキックです。 PK の判定です。見事なゴール。落ち着いた PK でした。 PK はキーパーをよく観察するほど失敗するというデータもあります。結局キッカーがプレッシャーに勝てるかどうかが全てなんですが、ここは問題なく決めました。素晴らしい読みでインターセプトしました。スローインが与えられます。かけてくるのか。ここから狙うのか。クリアして危機を出しました。マロニチャンスにできるか。このボールはクリア。裏も見えていたのか。ここでスルーパスを狙う。キーパーが飛び出しています。キープに苦しんだのか相手へのパスとなってしまいました。ドリブルでボールを前へ。
ボールを奪われました。スコアは1対1。こここの試合はエスタディオムニシパルデイプルーアからお送りしています。後半の開始です。相手ボールになりました。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ打ってきましたが、大きく外れてしまっています。思い通りにパスを通してきます。ヤング、川島エイジ、何をしてくるのか。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。マロニー、前に進んでいます。サイドを崩してチャンスを作った。これを決めればリード。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。クラウチ、いい位置です。真ん中にクロスを上げた。ボールをはっきりクリアしたい。クロスは許しません。カウンターのチャンスが巡ってきた。カウンターアタックが終わっていません。ここからどうするのか。狙える位置です。ボールを前に運んでいく。ボールがこぼれました。これは見事なインターセプト。何を狙うのか。仕掛けてくるのか。入れば同点となります。素晴らしいセービング。コーナーキックが入ります。攻撃の流れを切ります。ここから狙うのか。いいボールを送りたい。チャンスにできるか。いけるか。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。ここはしっかりとキープ。どこにボールを出すのでしょうか。これはファールです。ペナルティーエリアにボールを入れてくるでしょうね。アウェーサポーターが怒っていますね。福西さん、ホームチームが攻める様子を見せていないことへの抗議でしょうか。そうですね、勝っているので時間を使っているんでしょう。こうなるとアウェー側はリスクを負ってでもボールを取りに行かなければならないでしょう。入るか。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。ゴール前に入れた。ポストに当たって入りました。このゴールは見事です。ビルドアップも丁寧でした。セットプレーの練習の成果を見せてくれましたね。左サイドからいいキックが入りました。これはどうなりますか。パスをカット、いい読みでした。サイドへ展開します。何をしてくるのか。サイドを崩してチャンスを作った。続いています。シュートは悪くなかったんですが枠に当たって跳ね返りました。
さあどうする。いい位置です。前に運んでいます。クロスが入るか。川島英二、キーパーがキャッチします。マロニー狙える位置です。キーパーが簡単に止めました。ボールを前に運んでいく。ここからどうするのか。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。仕掛けてくるのか。弧を描くようなパスです。このボールは相手にクリアされました。何かしてきそうですが、何を狙うのか。ゴール！ボールがネットを揺らしました。チームが最初の失点からリズムに乗れていませんね。キーパーも守備陣も自信を失っているように見えます。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。主審がフリーキックを与えます。サポートを使えそうです。マークを外せない。体に当たった。ここから狙うのか。裏も見えていたのか。チャンスにできるか。ゴール！試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。マロニー何をしてくるのか。ボールがこぼれる。止めたが抑えられない。さあどうなる。川島英二、さあどうする。まずは1点返したい。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。いい位置です。このパス、ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。キーパーボールをキャッチします。このホイッスルで試合終了です。今日は激しいゲーム。ボールはミドルサードから前に進んでいます。サイドを崩してチャンスを作った。これを決めればリード。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。